この前動画で作ったジャケットがあるんですけれども、わずかに再販が決まりました。やったーやったぜ。概要欄からチェックしてみてください。お願いします。お願いします。呪いオーブポルターガイスト、この世には耳を疑うような話が数多く存在する。あなたはこの恐怖に耐えれるだろうか。本当にあったゾッとする話。正義丸々のゾッとする話。イエーイ。いや今日もねいろんなゲストの方に来ていただいてるんですよ。左から、キッタマおーなんか、ね、端っこ下半身皆さんのね、いつもの興行価1万超えのおかげですぐやってまいりました。いやすごい。第6回ゾッとする話。よー皆さんいつも高評価ありがとうございます。ありがとうございます。すっごいわ。まだ下げてる。大好きがすごすぎて。そんなことない。最近もう2万、すごい、2万いいねに到達しかけている。どんだけ皆さんがちょっとずっとする話をね求めているかっていうのがやっぱ高評価で分かりやすいのでありがたいことです。早速ずっとする話やっていきましょう。今日何かあんの、今日何かあんの。今日も3つです。3つもくれた。一つ目にやっていこうとのこの話、した男。ある女性がいまして、その女性は大学生なんですけれども、まあワンルームマンション。カチカチ言ってるね。カチカチ、もうなんか今言ってた。カチカチ、ワンルームマンションに住んでいました、ある女性が。まあその女性が大学の友達2人呼びまして、お泊まりをすることになりました。でワンルームなんで、まあ大きくないので、いつも寝るベッドしか寝るとこがないので、他の2人は床で布団だけかけて寝ることにしました。でもう寝るかってなりまして、友達の1人が牛乳が飲みたいと。分かったと思って冷蔵庫探しに行ってたんですけれども、まあ、牛乳をね、まず買ってなくて、ないんですね。まあ、今から買いに行くのもまあ面倒だし、ジュースでいいでしょうって言ったところ、いや牛乳が飲みたい。なんでと聞いたんですけども、とりあえず牛乳が欲しいからっていうことしか言わなくて、仕方なく渋々3人でコンビニ行くかと。そしたらですね、外に出た途端に牛乳が欲しいと言い出した友達が警察に電話をかけました。はい。何があったのと。聞いたところ、住んでる人のベッドの下で男の人が鎌持ってた。はっ、鎌持ってた。鎌持ってて床で寝てたから、うわ見えちゃった。ああそういうことか。でも知らないふりをしてバレたっていうのを感づかれないように牛乳飲もう。なるほど。ファインプレー。そのまま警察すぐ来まして捕まったんですね。おおよかった。そしたら事情聴取に答えたのが、女どもが寝静まったら全員やるつもりだ。うわ怖っ。もう最悪。鎌男や。それはなんか本当に実話らしいです。実話なんこれ。いやよう言わんかったその子。俺言ってまうもん。なんていう子。えこう寝てて、はい、何しとんねん。言わねえだろ。言わねえだろ。すぐ殺されるの。何しとんねんの死ぐらいで。二つ目の話、見つめる女。見つめる女。音やばい。嘘今のは聞こえカチカチかな。言ってるよ。やっぱカチカチ言ってるよね。カチカチカチ。まあ、ある男性が高校生がいまして、で火曜日はバレー部が体育館を全面使うので、火曜日だけは筋トレメニューと。そのメニューが、公園までランニングして筋トレして、また学校までランニングで帰るっていう。まあある日ね、変な女いるなって。変な女気づきまして、髪がボサボサで小汚い格好をしているというか、まあ、それに気づいたんですね、A 君が。数日経ってからじーっとこっちを見てくるんですよ、その女性が。あら、やっぱ20人も人数がいるんで、1人はね、調子こいたやつが出てきちゃうんですね。大気調子もだ。大気じゃないよ、タツキだな。タツキだ。あー、言いそう。その1人が痺れを切らしまして、女の人頃にね、ある日向かっちゃって、うわ何見てんだよと。うわー、何かあんなら言えやみたいな。ああ、言っちゃって。でもみんなは確かに納得してたのね、うん、正直部活にも集中できないし、うん、結構迷惑な部分はあったと。あいうことで、もう誰も止めずにちょっとバーバー言わせたんですけども、特に何も起こらず、その女性が下を向いてたら何もせずに終わったんですね。で数日後、今度はね、女性が
見当たらないですね、公園に。あら、いなくなってた。そう、さすがに迷惑って分かって反省して来なくなったのかな、うん、はいはいはい、よかった、はい、思って、まあその日無事に学校に帰りまして、で、学校の洗面台あるじゃないですか、そこでその友人が顔を洗ってるわけですね、うん、おふと A 君がその友人の方を見ていたら、洗面台の横にあの女性いるんです。ええどういうこと。学校の中にいるんですよ。で、その瞬間に直感でも怒った友人のところにいる、そう、あ、これ完全にやばい、もう悟りまして、監視したんですね、女性が何かしないか。そしたら顔洗うんでタオル用意してるんですね、この上のところ。その女性がその友人のタオルと自分のタオルを差し替えたんです。でなんかキモ。そのままこっそりこっそりと歩いていきまして、顔洗い終わります。うん、で、この手をかけた時にもう A 君が「おい!」そのタオルに触れるな、うん、あその友人は結局触らずに、まあ、済んだんで、まあ、その A 君が行きまして、タオル見たところ、タオルの中に待ち針が大量に刺さって、何が怖いって、これリアルだなって思うのが、顔洗った時ってあんま目開けない。確かに、そのそのままこういっちゃう。うわ、マジでバッサリ行かれる。うわ、怖い、怖い。気づかないね、そんな。そのまま部員たち走って捕まえて警察に突き出しまして、おそしたらつい最近精神病院から出てきたばっか。あーなるほど。まあまた精神病院に送られたっていう話なんですけれども、いつどこでその女が出てくるかわからない。怖っ、怖っ。話でございます。いやなんか、ね、満足ですか。いや満足じゃないですよ。満足じゃないんだ。満足じゃない。もう次で終わっちゃうんですよ。次で終わり。なんでよ。あ、そういうことか。ということで、3つ目のお話、仮想上の女。3年前、3年前、ある男性のお話です。おばさんの葬式で、まあ、仮想上に行きまして、タバコを吸おうと思いまして外に出まして、そしたらね、青いスカートを履いた女性がね、泣いてるんですね。格好に違和感を感じながらも、15メートルくらいは距離あったんですけど、そこからでも分かるぐらいもう肩をこう震わせて泣いてるんです。場所的にもまあ別におかしくはないか、うんと思ったんですけれども、結局違和感を感じながらも戻ったんですね。その1年後、おばあちゃんが亡くなったんですね。またタバコを吸いに行ったら、またあの女性がいるんですね。これはおかしい。いとこがいたんで、なんか変な女いんだよみたいな、去年もいてみたいな、いやでも結構前の前じいちゃんが亡くなった時もいたよ、うん、話をしまして、よくよく思い出してみると、まだ5歳ぐらいだった時に、おじいちゃんの葬式、仮装の時にまた同じ場所になったんですね。はいはいはい。でその時はもうやっぱちっちゃいんで、じっとしてられない、うん、あんま興味がないというか、そのいとこと一緒にボールで遊んでたらしくて、はいはい、その時もその女性がいたらしいんです。え、子供だったんで純粋な気持ちで、その時もこう泣いてたんで心配になっちゃって、その時話しかけたってことを思い出したんです。おー、話しかけた。大丈夫って。でも何も答えることはなくて、ずーっと泣いてるっていう。で、その返事を待つ時間もなく、いとこのお兄さんが手を引っ張って、戻るぞと、火葬場に戻されたんですね。はい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 。まあ、それで戻ったっていうところまでの記憶を思い出して、まあ、その時にようやく、その3年前の火葬場でね、自分が初めて見たと思ってた時の話、その女の人。なんで違和感があるのかなって思ったら、その時に見てたからなんだ。勝手に気づきました、うん、20年前に、はい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 、その話を、まあ、いとこに詳しくしたところ、ちょっと待てよと、いとこの人はその女の人が満面の笑みでこっちを見て、おいでおいでって言ってたと、おいでおいでと言ってたから引き戻したと、そんなわけはないと、うん、俺は確かに20年前も3年前も2年前もずっと泣いてるあの女の人を見たと、で帰りのバスでその時ベンチを通るわけです。そしてその女性が満面の笑み、うわ笑ってんのやばい。して1年後いとこが亡くなったと。ええー、もしかしたら死神なのかもしれないし。なるほど、うん、死神の笑いを見たから亡くなったですね。じゃあその人もやばいじゃん。この人笑みを見てしまっているので、おう、今どうなっているのかは分かりません。めちゃ怖いやん。これやばい。話してもずっとしかない。これやばいな。楽しい。お前青い女やん。青いスカートのやつやんけ。お前さっきからちょくちょく声しない。さっき。
さっきか、俺2、3回ここで。もういいて。またそこですか。俺やん。いや、いつもここでしょ。これ結構入ってたらいいけど、マイクに。あ、入ってなさそうだなっていう、音的に、デカさ的に。何も聞こえないよ。だから、あえて無視したんだけど。ということで、第6回ゾッコはもう終わりました。いやぜひね、今回もちょっとでもゾッとしていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。常識の壁など壊せよ、もしならば。